だそう、から、本絶当対に。100倍返しするぐらいの感じ。だから、他の人はめんどくさがってて、あんまりこの人にまあ、否定しない方がいいね。よっていうでも感悪いこじ、と対し策たとして、と思プっレイヤーたてちのるんで対し策としょ？てめんどくせえから。いや、1ミリも思ってないっすね。なんか、あの2番決定する立場の時に、例えばわかんないけど、あ、そうなんです21のか。占い師とかね、わにわ。なってる場合に、なんかぐたぐた言うと、でも刺されなく芯てよ切らかっれたるでとす。かあったりとかするわけだろう、多あ、でも包分。丁を出まあ、されめんたこどくとはあせえり人だまなっす。て目思のわ前れに。る。僕は多分、モードによってだろうね、多分。頑固モードの時にはもう無理だけど。効かないけど。そうじゃない時は意外と効く人って思われてんだろうね、多分ね。これ多分違うと思うよ。さっきの2番は多分常に。どんな時でもめんどくせえ人。俺は、あるモードの時はめんどくせえはずになるけど、あるモードの時は別にっていう。だからさっきの2番って本当にブーメラン化してるから本当笑っちゃうんだよな、もう。とりあえず、笑っちゃうから本当にもう。ヒロちゃん先生が言ってる通りのこと聞かないとね。でも本当はショックを受けてたかもね。なんか本人本当マジでブロックされてんじゃね？部屋がたくさん見れないんじゃない？さっきの2番って多分もしかすればさ、俺と違って試合したいんじゃない？俺は、試合がない時は意外と、俺バグってんの？俺意外と試合ない時に観戦見えてたりするよ。できなかったらできないでいいやっていう。ブロックされててもサブアカで入る気はないから、名前変えてさっきの2番みたいに。例えば、純ちゃん名義だとバレてるからでしょ？多分。6番ちゃん？じゃあ、ひ7ろち番ゃでんす。から。7番です。8。9番ちゃん。完全に見てた人は、日頃なあ、あ聞こえのま2番に、うっぷん溜まってる人は、気分爽快の回だっす。1ただろう番ね。です。俺が皮肉言って、で、2番みんなムでーカす。ついて2番が文句言って、前の2番が文句言っじゃあちょって、と6番ちゃん待っ何て人かね。49人番さん、がムカついて、仕様編集のやり方は投わ票かしりたっまてすいう。か？あ、なんとなくで、わか俺りのま動画す。上消してないんだけどね、ちょうどバグってね、音聞こえなかった。は何言ってるい、か分かんなかっわた。かりました。当然あ文句しとか言っこてねえこだろう初が。心者村ですけど大丈夫ですか？あ、僕も全然やったことないんで大丈夫です。お願いします。6はいるんはじい。ゃない？6番さん点呼できますか？6は番い、じ聞こえゃ、ますか？生きてるはよ。い、ありがとうございます。じゃあ、ルール説明をしていきたいと思います。ここは霊能局蘭白部屋になっています。狼さんは占いを語るときは、蘭白なので、初日絶対に白が出るので、意外気とをつ本けてく人っだてさい。周りが見えてねえことあんだろうね。1さっき周の目2番口みてえに。頭、口頭時に使用俺編と同集じでだと思っのてんだろうね。チャッ俺トは多カット分しね、ます。頑固モードたがだあっし、て、発そうじ言ゃない中モードのに時が、別に使用頑固編モード集と違うをモードがある。普通の操モー作ドすがあるるっのはて感やじめのて人くだだと思さい。われてると思うよ、多分。発言前に作っておく時の2か、番発言は、後に作って貼るかにしてください。発言が多分で常きになくめんなどくるさいとタイいうプ。状態をなくすためです。反論、絶対自分が正しいと思ってる人の弱村点のはね、役語りは終日禁止です。終日さっき禁の2止です。番が万能じゃないじはい。ゃん。強いて5割役ぐらのいじゃん。役語りはありとし5割ぐまらいす。じゃん。本人は100%でチャきッるとト思のい使込んでるいかもしれ道ないとけしてど、は、俺から見れば聞こ5え割くる、らい。聞こえないの5み割をお5願分いします。とかじゃん。聞こえる、聞こえないバのクみのチチやん。ャット。俺とかだでとお願多いします。分、もう軽く8割とか、廃損したいっいちゃうとけきにど、は、申し訳ないんだけど、私が廃多分こ損っれぐらいて全打然つ違うまんだでけど、は、割合が。そのまま考察を普通続のけ人てか。ほしい普通のと思っ人。ています。弱点は抱い。えてんだわ。自分が私が正しいと廃思い込み損すぎてるからのチャッ変えらトをんねえん打つだまわ。では考察を自分続のけ考てえくを。ださい。廃損時は、
あと、まあ、どっちかというとロジカルな感じだから。自主、自爆で。言論精査で。町神で。時短にして終わらせてください。無駄は拾いにくいっていうのもあるでしょうし。戦歴ないので。自分の方が正しいと思い込んでるから、合ってる時はいいんだけど、合ってない時は大惨事っていう。初心者さん、うん、修正できない。に対しては、わからないのはいいんですけど、うん、性格上。わからないままで考察を落とさないのはやめてほしいです。あと、初心者仕様。自分はわからないから地釣りのみますっていうのもなしで、自分は正しいと思ってんだから。わからないのに頑張ってほしいと思っています。合ってない時に弱みがある。あと、狼の地紙。自分を噛んで白くするっていう行為はなしで。女性陣にブロックされてたろうって。それは一部の女性ブロックしてるかもしれないけど、そうすると考察がちょっと初心者さんには難しくなってしまう。2、3、6みたいに戦ってくれる人いるけど、地紙はなしでお願いします、うん、あと誹謗中傷、人の嫌がる行為は絶対にしないでください。ないのと女性に意外と優しいから、もし自分が嫌な思いをした時には口頭で伝えてやめてあげてください。やめない場合は廃村とします。説教みたいなのを食らったとしても別に過去食らいましたっつっても、はい、まあ、笑い話にもなってるような感じだから、ね、あと何か付け足してほしい点や不明な点があれば教えてください。そんなに怒ってるわけじゃなくて、まあ、なかったら始めたいと思います。うまくなってもらいたくて言ってるってことが何となくわかるからでしょ。うん、9番さんと1番さんチェックマークしてもらっていいですか、うん、まあ、ただもう穏やかにやりましょう。 あいついないから、うん。はい、嫌われてたろって言われて、うん、始めます。つい最近女性陣をいじめてたらしいけどねっていう。あ、これあるんだよ。あ、どうしたらいいんだろうこれ。あ、じゃあ3番さん押したら、3番さんいます？なんかこういうことあるらしいですよ、マスターが。なんかじゃあ3番さん OK？ じゃあ話せる？あ、俺の声聞こえてる？あれ？ちょっと待って。嘘でしょ。嘘でしょ。俺の声聞こえてんの？俺。全マスターになるとあれなの？あ、はい、あ、聞こえます？僕の声は。聞こえないの？嘘。聞こえないんだ。え？聞こえ、ああ、そうかそうか、ああ。じゃあ3番さん声聞こえたら、聞こえますか ?3 番さん。間違えていつも聞こえてる、聞こえてる。6番さんも大丈夫？確認一応する？あ、大丈夫です。はい、じゃあ、皆さん準備完了したら、3番さんのルールで始めるけど、3番さん、OK って言ったら押すよ。OK。それではゲーム開始します。役割がランダムに決まります。そのままお待ちください。3試合目やっとね。2試合目は笑ったね。いや、さっきのゲームはなんかお約束的なね、応援いたやつは釣られるっていう。そう。面白かったんで。うん。2周目に、俺が白い確証になったら、まあ、ヒロちゃんを釣ってやるって言った人が、2日目俺が白もらったから、真の方に。うん、釣ってあげた。そう。そしたらなんか、文句言ってたらしいけど、遺言の時にね、バヌった。そのままお待ちください。そう。お約束でみんな吸ってくれて笑ったっていう。どうせね、シングル内がさっきね、守れるからね、もうほぼ勝ち確だからね。だから誰でもよかった。うん。面白かった。朝が来ました。初日の襲撃はありません。6番さんが発言します。もう私からのお願いとしては、占い師は1周目から出てきてほしいですね。6番ちゃんね。なんか潜伏されると、白崎選びたかったのかなとか、盤面の様子見てから出たかったのかなとか考えてしまいがちなので、結構間違いやすいなと経験則で思ってるので、まあ、出てきてほしいなと思ってます。で、あとは人狼の探し方に関しては、割と
人それぞれあると思うんで、私は使えるものは使っていきたいなと思ってるんで、自分のなんかこういう人を怪しみますみたいなのはあんまり制限かけないようにしようかなって思ってて、なんか使えるものは使っていけばいいと思ってるから、まあその分人と意見が違うだけで黒く見ないように、まあ、心がけたいかなと、汲み取る努力もしたいかなと思ってます。なんかそんなこと言ってる人もいるらしいけど、2周目できる限りのことはしようと思うんで、占いは1周目からできてほしいなって思ってます。さらっと言いのける男がいるらしいけどね。あなたの発言です。はい、そうですね、すべて、うん、使えたらいいですよね。うん、まあ、やった方がいいと思います。やれる限り全部使って、まあ、そのゲーム次第に変わるのでね、こうやってくださいって6番が話をしても、狼が、あ、じゃあ6番がこういうふうに、まあ、なんか言ったから、ここは言わないようにしようとか、対策取られちゃうからね、ゲーム中にね。いいじゃないですか、6番の中で、まあ、いろんなのを使いますって、まあ、うん、はっきり明言しない方がいいかも。はっきりこういう場合に具体的な例出しちゃうと、後輩陣いる狼。うん、わかった。うん、じゃあ6番のに疑われたくないから、それ言わないようにしようとか、そこを対策されるからね。うん、いいんじゃないですか。すべてを使う。名言です。以上です。もう。あ、白は白なんですよ。黒じゃないですよ。狼じゃないですよ、これは。はい、お願いします。6番さん、7番さんに関しては別に俺、うん、印象的には悪くも良くも、うん、ない。まあ別に、普通じゃないですか。まあ自分もね、基本的に、うん、自分の人道っていうかね、もう自分の人外の探し方ってもう違和感あるとこしか俺発言しないからね。全員に触れないからね。触れる必要がないからね。てか、触れる時間もねえしね。その、目いっぱいさ、早口で喋ったとしても伝わんないでしょ。ただ、俺がさ、違和感拾ってるとこはちゃんと言うよ。ナンバーさん、ここが、だからナンバーさんがちょっと、違和感ですねって、うん。だから別にそれ言われたからってね、うん、黒目でね、見てるとか言わないでね。うん、怪しんでるとこは、違和感があるとこだからね。以上。9番さんが発言します。はい、お願いします。そうですね、6番さんから8番さんまで、まあ、僕の中でこう特に色が落ちるような発言はなかったかなっていう風な印象です。うん、まあ、ただこう6番さんの発言で気になったのは、こう黒っぽいなとか怪しいなっていうところがあってもちょっと汲み取って考えていくっていう風な発言をしていたと思うんですが、まあそうなると、こう、黒い要素っていうのはどうやって探していくのかなっていう、まあ全部使ってっていうのは確かに言ってたんですが、まあどこを特に重視してるとか、そういう発言があったら、うん、もうちょっと考えやすかったのかなっていうふうな印象です。そうですね、6番さん言ってたんですけど、占い師は僕も1週目から出てきてほしいなっていうふうに思ってます。2週目に出てこられると、ちょっと死んでも言いにくいのかなっていうふうに思ってしまっているので、まあ、占い師を見てからまた2週目、考察したいなっていうふうに思ってます。終わりです。1番さんが発言します。あ、1番です。自分も6789の3の白っぽいなっていうふうに思っていて、 まだ分かんないと思うんですけど、6番さんが言う通り、占いはやっぱり1番とか2番が楽しんでもらう村だからね。はい、その通りだと思っていて、僕はもう今日は静かにしてます。で、まあ、2浪強人1なんで、まあ、占いか人狼か、ね、成敗しなきゃいけない。人狼か、強人が占い語ったりすることもあると思うんで、そしたら、まあ、またそこで考えられると思うんで、1周目が出てほしいと思ってます。で、まあ、人狼の探し方はちょっと自分あんまりまだ分かってはないんですけど、まあ、ちょっと怪しいところとかあったら言っていこうと思います。以上です。2番さんが発言します。
こんばんは。六段さんの、ごめんなさい。ちょっと、あんまり、ちょっと聞けてなくて。で、使っていくものを使っていくって、多分、占い師とかかなって、ちょっと勝手に思っちゃったんですけど、それで言うと、私もなんか話の起点として、占い師さんは初めから出てきてほしくて、で、7番さんは6番さんの発言を引いて、音にした発言だったから、ちょっとそれも分からなくて、で8番さんはちょっと話の要点がつかめなくて、で9番さんはそれなりに精査してるような推理視点だったので印象が良かったのと、1番さんはどこで白っぽくどこから木を見たのかなっていうのが気になった感じです、今のところ。3番さんが発言します。はい、おはようございます。そうですね、このまま行くと平和村になるのかなとか思いながら、4と5で占いが出てくるといいなって思ってるくらいですかね。ですね、6、7に関して、6のことに対して7がいいという評価をした。で、8番さんは、6、7は普通という評価をしたんですけど、7番さんは6番さんをいいという評価をしたので、8番さんから見て、じゃあ7番さんは普通にはならないんじゃないかなと思いながら聞いてました。9番さんに関しては6、7、8番さんに不審な点はない。そうだと思ってます。って思ってるくらい、それくらいですかね。4番さんが発言します。あ、占い師で9番白でした。はい、お願いします。まあ、6番さんから触れていくんですけど、まあなんかいろいろ発言を汲み取りたいっていうのは言ってて、占いは1周目から出てきてほしいっていう発言に対して、7番さんもそこについては、その6番さんのなんか全てを使っていくっていうことに対して、7番さんは6番さんにその発言は良かったと言ってたんですよね。はい、なるほど。で、8番さんに関しては違和感は拾うって言ってたんで、2周目違和感拾って発言を期待してます。はい、で1番さんに関しては6から9を白っぽいって言って、その他の発言は正直色落ちはしてないです。で1番さんに関しては、1番さんがそれ言ってたのか。で2番さんは9はいいと言ったけど、5番さんが発言します。はい、5番です。塩ありませんってことで、どうなんだろう、平和村になった場合、9人の場所ってさ、これもう絶対出ないよね、対抗って。後から出てくる可能性ってあんのかな。ちょっとそれがわかんないんだけども、まあ、出てきたとしても、それは死んでおいたくないかなって思っちゃう、正直。で、まあ、それぞれ、なんかまあ、進行論っていうのかな、喋ってたけど、なんか別に当たり障りない感じで、まあね、3番さんが8番さんの発言に触れてたけど、別にはあんま気にならないかなって感じ。ちょっと、まあ、盤面で揃って、まあ、LINE とかもちょっと見れない、まあ、現状見れてないんで、まあ、2周目で釣り位置だったり上げていけたらなと思う。6番さんが発言します。5番さんは占い対抗が出るかどうかが気になっちゃった人なんですかね。まあ、平和村だったら役も出た方がいいんじゃないかなと思ってます。そっか、4番さん確定か。了解しました。なんか8番さんは違和感があるを拾ってくって言ってるけど、なんか黒く見てると言わないでくださいっていう若干のぼやかを感じたのは少し気になってて、で
私黒いところを汲み取るとは言ってない、これ9番さんに言うんですけど、黒いところを汲み取るとは言ってなくて、意見が違うところも、汲み取る努力はしたいって言ったから黒いところとは言ってないから、ちょっとそこ気になってたけど隠し色だったらまあいいです。1番さんはなんか全部白いっていう発言を6から9までに対してしてたけど、6789なんかね、あんまり狼探してた時に安易にそんなに全部白っぽいなみたいな発言しちゃって大丈夫なのかなって思ったんで、なんか村側だったらちょっと不安な人だなと思いましたね。で、だからそれぐらいかな。気になったところは、まあ、5番さんがちょっと最後の位置で何かを気にしていた人だなっていうのが気になったのと、1番さんが全部白いって言ったのと、8番さんがちょっと防衛感を感じたなっていうのくらいですかね。なんか、平和村はさすがに出た方がいいんじゃないかなって思ってます。あなたの発言です。はい、霊能と騎士のことですよね。6の言う通りだと思います。敵考慮もありますが、その中でも815、ここに目をつけてる。うん、まあ、2番3番の1周目を聞いても、まず特段ね、黒い要素は感じて、815、ここに何かの怪しさを感じている6番も白いなと、まあ、236は弾いて815、ここの中にあるんじゃないか。5番が1番も白いという551かもしれないし、5番が8番をにライン切ってるかもしれない。815、二郎構成なんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、初日は236は釣れないですね。はい。霊能と騎士は出た方がいいと思います。はい。あ、平和村なんで出ないと4番が占ったら意味ないですって。噛まれたくない場合、前に乗っ取られたら意味ないよっていう。4番の占いが困るっていう。4番さんが困るっていう話です。で、そこを占っちゃったら、ね、村が困るって。ね、グレーの精査がはかどらない。まあ、ただ、まあ、815に検討つけても。236にローがいた場合困るよっていう。まあ、例と、まあ、騎士が出ないと、考察濁りますという。知らないです。他のところ、叩いたところから騎士と霊が出ましたって言われても、出ないやつが悪い。出ないんだから、俺の6、7の精査が濁ってるっていう。必ずそこの意思的な考慮はしないといけないんですよ。そこはやってもらわないとね。うん。ちゃんと考えてもらわないと。初めから5番が出てれば誰も5番について触れないんだから。対抗が出ない限りね。無駄な精査になってるんですよ。まあ、8番1番なんじゃないかなと思ってますけども。ん？なんだこれは。はい。8番さんが発言します。はい。1、2番面か。4番さんが狩り出てもらいたいんだったら狩り出てもらってもいいんじゃない？俺狩り持ってないけども、とりあえず考察するね。7番さんの2番、3番を弾ける理由がないし、6番はまあ、ギリ6番までは OK。6番は別に1周目から釣る必要はないっていうのは、あれ変わるんだけども。うん、815の黒要素も言わずに、2層弾ける理由がわかんない。だから7は、とりあえず、釣り1入れてもいいかなと思ってる。あとね、1周目の2番さん、3番さんなんだけども、2番さんは6番、7番。要は、7番の発言聞いたけど、6番の発言聞いてないから、7番さんの、に対する印象っていうのは、6番の話聞いてないからわかんないっていうのはわかるんだけども、俺の発言ってめちゃくちゃ端的に言ってない？うん。ただ一日目は基本的にね、自分の中の、引っかかる要素をとりあえず、こう、ちゃんとね、理由もつけて言っていくね。ただし言われた人に対してはね、別に黒目で追ってるわけではないからね。だからそれに対してさ、ね、自分に対してね、何かさ、違和感引っかかったところをちゃんと理由求めるから、それに対して少しでもさ、ね、俺に対して言ってくれれば、俺は俺なりにちゃんと考えて、ね、精査するんで、っていうことね。
だから6番さんが俺に対してさね、それって基本的に、うん、なんか、うん、管理してるような発言したよね、なんか。ヘイト管理してるような発言したよね。いや、違う。うん。だいたい俺こういうプレスタイルじゃないんだけどね。でも今回ちょっと3番さんの村で、そういう形であるんでね。はい。9番さんが発言します。はい、お願いします。騎士使用します。まあ、4番さんが、マシン占い確定してるんで、まあ、村目線は、なんだ、まあ、強靭か、まあ、新騎士か、みたいな感じだと思うんですが、まあ、あんまり考えなくていいかな。まあ、僕目線は、まあ、5番さんが、まあ、5番と1番で霊能が出てるんですけど、まあ、5番の位置に座ってたら、まあ、占い、まあ、もし5番が強靭か人狼なら、占い出んのかなっていうふうに、やっぱ思っちゃうんで、どっちかっていうと、うん、盤面、まあ、見て、まあ、1番さんの方が心霊薄いのかなっていうふうに、考えてます。と、うん、回ってきた発言的に、まあ、6番さん、7番さんが、まあ、なんだろうな、すごいこう、ムラリのある発言をしてるっていう印象だったんで、まあ、4番さん、占い先、まあ、2番さんと3番さん、あ、823かな、から、まあ、黒いかなっていうところを占ってもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。今日4番超えしますね。そうだな。3番さんの位置で占い、もし3番さんが人外だったら占い出るのかなっていうふうに思っちゃうんで。いやー、そうですね。823って言ったんですけど、まあ28がまあ人外目強いのかなっていうふうに。僕目線は見えてます。あと6番さんはあの、把握漏れすみませんでした。回します。1番さんが発言します。あ、すみません。塩をちょっといつすればいいのか伺ってなかったんで、5番さんが出た時にタイミングちょっと遅くなったんですけど、塩をしました。で、6番さんに言われたその6から9まで白をっていうふうに決めつけるのは市民側としたらちょっと怖いっていうふうな話があったと思うんですけど、あのすみません、一応この自分がどこまで回ってきたタイミングではなんかまだ何も占いとかも出てなかったんで、一旦話聞いてる限りは、まあ、村目線考えてるような人たちに見えるなっていうふうに考えてただけで、一応もちろんあのその後の話とか聞いて、まあやっぱり変えるっていうふうには考えてます。ただ一応今話聞いてた限りだと、まあ、9番さんは騎士1人なんで、まあ、白で占い師も確定だからもうほぼほぼ、まあ、強靭の可能性あると思うんですけど確定でいいのかなと思っていて、まあ、6番さんも話聞いてる限り、まあ、一人一人情報落としてて村目線で考えてるのかなっていうふうに思ってます。で、もしあれだったら占いの人にちょっと自分占ってもらって、そしたら、まあ、霊媒、どっちか、あ、でもそっか、人狼の場合と狂人の場合があるのか。そうですね。まあ、ちょっと自分目線、疑うとしたら8番さんですかね。ちょっとまだ見えてないんですけど、すいません。以上です。2番さんが発言します。こんばんは。8番さん、ちょっと言い方が悪かったかもしれないですけど、一周目の発言で人狼になるか村人になるかまでのその要素がなかったなっていうことです。で、その同意したのは8番さんに同意したところがあって、7番さんが236が何で対象外になったのかなって思って、要素も出さずにその後なんか人形のお話になったので、ちょっとなんで236が釣れないな、とまでなったのかなって、ちょっと疑問に思いました。
で、今日は1か5釣りたいんですけど、1が、なんで今日5じゃなくて 8? と思って、なんでって思ったんですけど、でも1が、例えば狂人か人狼なら、占い出るよな、とも思って、で、なんかちょっと、そこら辺がこんがらがってる感じですね。なんか、メリットデメリットを天秤にかけたときに、どういうことみたいな。だから1番 C の西だと思ったんですけど、5番行かない時点で。でもなんで霊能っていうところもちょっと引っかかってます。で、9番騎士。なんか、霊能は出てもいいですけど、9番の騎士。まあ、結果論占われてたから出てよかったけど、でも占われてなかったら出ない方が平和村だし、よかったのかなとは思ってます。3番さんが発言します。はい、2週目ですね。霊能から行こうと思います。霊能で行くんだったら、まあ、1番さんはあって狂人かな。自分を占ってほしいって言ってたのもあって。で、5番さんの発言は聞きますが、多分5番さんから行こうかなって思ってるくらい。ただ5番さんの発言が良かったら1番さんに行こうかなって思ってるくらいですかね。2番さんに関しては、1周目特に気にならなかった。だから9番さんが8にいて落とした理由が何なのかちょっと教えてほしかったなって思うくらい。7番さんに関しても、まあ、6番さん、白く見ているから、6番さんが2と3に触れていない。8、1、5の視点を落としたから、っていうのではわかるんですけど、7番さん視点はどういうふうに見えているのかなっていうのがわからないから、わからないなって思っているくらい。6番さんに関しては8番さんに対しての、私は8番さんに防衛感はあんまり感じてなかったんですよね。どちらかといえば6、7の精査をもうちょっと落とせたんじゃないのかなって、普通で終わったのがちょっと違和感だったっていうことなんで。それくらいですかね。1号からいきます。4番さんが発言します。はい、4番です。これは霊媒からいかないといけない感じの流れなんですね。霊媒じゃ死んじゃうってことか。どっちにしてもね。いやー、なるほど。いや、でもなんか6、7、8、2、1人狼はどっかに一人いるのかなって思ってます。6番さんから話し始まっての流れだったから。で、1、2、3、5にもう1人狼がいるんじゃないかなと思ってるんですけど、9番さん騎士出なくてよかったんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、しょうがないですけど。1号だったらどうなんすかね。どっちにしても1号どっち釣ったとしても、次、またその片方釣らないといけなくなっちゃうってこと？でも1号に人狼いないじゃん。絶対。絶対強人じゃん。勝てんのこれ村。わからんけど。きつくねこれ。いや、むず。いや、まあ、そうっすね。7番さんの、その、なんか、236弾いて、815が、2浪いそうみたいな。まあ、そこまではっきり言ってるからこそ、ちょっと僕は8番、あ、7番さんを白く見えるかなって思ってるんだけど。
5番さんが発言します。はい、2週目ということで、今回絶対1つってください。まず3番さんに触れたいんですけども、まあ、3番さんの位置で、まあ、いちごどっちか釣るのはもちろんそうなんだけど、ではそこの位置だったら釣り位置上げれるのが普通じゃないかな。結局最初、まあ、5に行きたいとは言ってたけど、まあ、いちご釣りますっていう最後の発言だったから、そこはもうどっちか、まあ、決めてほしかったかなっていうところ。で、あとが、まあ、1番さんの、まあ、黒い要素なんですけど、まず、その6番さんが最初に、2週目の最初発言して、まあ、出てほしいって言って、正直自分も、何を出たらいいのかが分かんなかったんで、そこに7番さんが補足した、騎士と霊媒、まあ、出てほしいっていうのを後半で発言したから、結局出たわけで、じゃあなんで最初から1番さんって出なかったんですかっていう、それムラリあるんですかっていうところになってくるし、で、自分を占ってもらってもいいって言ってたけど、結局それって1番さんが強人だった場合、占った場合って、村人って出んのかなって思うから、結局それって意味なくねって思っちゃうし、まあ、自分結局今見てるのは、一強人の、まあ正直ちょっと発言的に、まあ3が黒いかなって思ってる。で、3の相方に関してはちょっとまだわかんないけど。で、あと気になったのが7番さん最初、815って言ってたのかな？自分が出る前。815。ってなると、結局7番さんって、どうなんだろう。3ない方、まあ、あるもなくもないけど、まあ、今回絶対1番投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。やばい。追放されるのは、1番、3です。ちょっと、霊能に行くのか。霊能に行くって決まったの？ 1 番、3が、発言します。はい、まあ、しょうがないですね。まあ、奴隷なんで、次5番さん釣ってもらえればいいと思います。で、多分ですけど、まあ、人狼まだにいると思うんで、そうですね。で、騎士さんのグッジョブとか、あ、でも出ないのかも、騎士は出てるから、噛まれるから、占い師さんに当ててもらっていくって形になるんですかね。一応、まあ、自分目線だと、やっぱり、まあ、確かに6、7番さんがあんまり情報落としてないとか、3番さんの話あったんですけど、なんか、ちょっと8番さんの話に引っかかってるところがあって、まあ、8番さん、ちょっと占ってみてほしいなと思ってます。以上です。夜になりました。そのままお待ちください。襲撃されたのは9番さんです。2番さんが発言します。
こんばんは。一黒。人狼だったらなおさらわからないんですけど。なんで霊能出たんだろう。だったら私って黒くなりますよね。私、今日5を投票したんですよ。これで4が黒引いてればいいですけど、9番噛まれちゃったんで。でも逆に、昨日の日中で1と5で、なんで逆に6、7、8は1に入れたんだろうっていうのは気になりますね。結構3番さん昨日違和感もなかったし、強靭で霊能出ることあるのかな？占い。デメリットしかないですよね。占いの、あれは？ちょっと結果考えて、あと皆さんの発言聞いて、で、まあ、3番はとりあえず、単体3番は昨日印象良かったので、やっぱ7番の昨日の疑問を今日聞きたいのと、8番もそこまで昨日言った通り、目線が一緒だから村かなっていうので、まあ、6か7希望です。でも釣り切りたいですね、霊能は。3番さんが発言します。はい。5番さん映りますね。4番さん結果を貼ってもらっていいですか？はい。ああ、2番さん黒。じゃあ2番さんを釣って終わらなかったら5番さん破綻になるっていう感じですかね。別に1号から行く必要性はなかったんですよ。4番さんがどうしてもここを釣りたいって思えば。ただ1号を釣り切ったら1陣街は絶対に落ちる。っていう部分で、はい、2番さん釣りましょうか。2番さんに黒が出ているのであれば、そして5番さんの破綻を見てもいいのかなって、もしかしたら2番さんで終わるかもしれない。あとは6、7、8、3の殴り合いになるだけかな思ってるくらいですかね。はい。はっきり言ってわからないんですよね。6番さんが私に触れなかったこととか、7番さんが6番さんを白く見て、2、3、6を弾いた。8番さんに関しては別に誰かを叩くっていうこともなかったんですよね。はい。4番さんが発言します。はい、4番です。まあ、今回2番さん釣りで相方としてほぼほぼ僕的には6か8かなと思ってます。まあ、7番さんに関してはしっかりあのなんか、あの、この3人が怪しい、こっちの3人は大丈夫みたいな発言してたんで、人狼としてそこまでやるのかなと思ったりもして、で、6番さんに関しては、6番さんからの、あの話スタートだったんで、色が落ちてないんすよね。で、8番さんについても1周目に関しては、6、7については、あの何も思わなくて違和感は拾うっていう発言だけを残してて、で、まあ、2周目の発言はそうですね、7番さんの815と236っていうその分け方のその236を弾ける意味は何なんですかっていうところについて触れてたんで、まあ僕釣られちゃうんで、とりあえずまあ2番さんで釣ってもらっ
って終われば最高ですけど、2番さんの相方として3番さんってあるのかなと思って、6から始まって2、3ロロでどっちも出ないなんてあるのかななんても思いつつ、で、3番さんの発言については正直1周目、2周目と、正直まともなこと言ってるなっていう感じは取れてて、今も別に変なところはなかったかなと思うので、ほぼほぼ678のどっかに一陣狼いるんじゃないかと思ってます。以上です。5番さんが発言します。ん？4番さん、それは1が人狼じゃなかった場合のことってことかな。出会ってるかな、今の最後の発言。いや、まあ、ここもう荷刷りしかないんですけども、なんだろう、もう自分目線それしか言うことないんで、まあ、補足するならば、まず、じゃあ1の黒要素を2番さんからちょっと触れていこうと思うんですけど、まあ、2番黒角なんでいいんですけど、2番って、ですね、3番のことをまず、単体で見たら白いって言ってたんですよ。で、それっても投票終わった後の発言であって、で、ぶっちゃけ単体で見たら投票結果からしたら絶対黒なんですよ。3番って、2番目線。それをなんで白いって言ったのかなみたいな。で、それに対して、その前の、1日目、1週目、2週目の発言で、1番さんって多分2番に全く触れてなかったんですよ、ほぼほぼ。だからそれは単純にそらしたかったのかなっていう、そのまあ、1、2、ローローっていうところが、まあそういう理由なのかなっていうのを補足したいぐらいかな。あとは、まあもう、ニーツって終わりなんで、あということないですね。あと回します。6番さんが発言します、うん、頑張んなくていいんじゃないとは思っちゃったけど、2で終わるんじゃないかなとは思ってます。1番さんは多分あと2人狼いるって遺言でおっしゃってたので、まあ、多分って何なんだろうなって思っちゃったんで、あと自分のこと占ってほしい、多分なんか霊媒師をしてること忘れちゃってるのかなってちょいちょい思う発言があったんで、偽物かなって思ったのと、2番さんが1番さん5番さんの精査がめちゃくちゃ不平等だなって思ったのが、1番さんが偽物だったら占い師で出ればいいっていうなら、エンドポジションの5番さんはまさにそうなんじゃないでしょうかと思いました。終わらなかった場合の話します。だったら人が1、結構7番さんあるかなと。だって女性に優しくして2番さんまで一緒に優しくしたのかなとか思っちゃったんで、それぐらいしか言うことないですかね。あなたの発言です。え、なので6番終わるんですか。今日は占いが2黒だから2番でいいんじゃないですか。は僕疑ってですか。え、どういうことですかっていう。はい、まあ普通に2番でいいんでしょ。その後、5番行ってっていうことでいいんじゃない。違う？まあそうじゃないって、5番主に決め打つになったら5番決め打って、3、6、8。今の発言って俺疑ってんの？これ2、8ローロ浮上してきてるよね。待て待て、5番が主にだったら、2、1ってことか。5番が、超人かなんかだったら、人狼だったら、まあ、待て、1ローなんでしょう。だから、1、2ローローだったら終わりってことか。欲しいんだったら。うん、はい。まあ、終わらなかったら考えて、まあ、最後のところって、なんか6もなんか浮上してきたという。これはね、私をなんか怪しんでるみたいな。なんだろう。わかんないです。なんか俺の聞き間違い？女性だからつらなかったって何を言ってるんですかっていう。俺はなんか今妄想聞いてたのかな、思い込んでんのかな。女性でも人狼はいるわけでしょ、2番とか。だからそんなつらないとかってはないですからね。人狼プレイヤーとしてしっかりと
怪しい人を釣ろうっていうことでした。はい。まあ、これはもしかしたら8番ではない可能性が、私の視点更新を図らなければいけないかなと思ってます。8番さんが発言します。俺の中の視点更新は、うん、変わってないよ。はい、2番いきます。だって7番さん、失言チックの発言したのをもう皆さん聞こえたよね。4番さん、それでも7番のことかな。白いですか。何も理由も言わずに、ただ番号だけ言って、こことここはここ白い。こことこことここに人狼いるとかさ。それでも7番が白いですか。7番の失言言いましょうか。2番行きましょう。2番行って5番新進行で行きますかって行けるわけねえじゃん。2番で終わらなかったら5番新なんかねえんだから、5番が新だったら2番で終わるんだから。後で何かさ気づいたか分かんないけどもさ言い直してたんだけども、まずねえわ、ありえねえ。はい、まあそれでもタイガー俺優しく言ってるからね、今回3番さんのね村っていうことでね、まあとりあえずルールは守っていきましょうっていうのをね、今年1年のね私の抱負なんで、今日は2番さんから行きます。初心者もいるからね。投票してください。アバターをタップして選択できます。さっき、寝ぼけてたわ。さっき、9番の発言からうとうとしてたわ。1から4、1から5まで。ニクロだったら、まあ、勝てなかったじゃねえ。なんでニクロ打ってんの？投票を終了しました。ニクロ勝てない。追放されるのは、2番さんです。だったらもう無理じゃん、かわいないじゃん。終わり、次のゲーム。試合終了、敗北しました。いや、まあ無理だって、かわいないから。これ